さわいお悩み相談の時間です。江戸の怪物、怪物つば九郎にまた登場してもらいますよ。お悩み解決してもらいます。それでは早速いきましょう。ヤクルト球団女性広報の方から、 SNS 更新用のスマホでつぼを打つと予測変化で自動的につば九郎と出てきます。つば九郎はつぼを打つと何が出てきますか？痛風。面白かったら拍手お願いします。続いてハラペコミドリームシさん、どうもありがとうございます。焼き鳥が食べたいです。おいしいやつをつば九郎に聞くと、はい、どうしましょう。つば九郎、はい、この部分、この部分ね、ああ太ももね、ハム、本陣の辺ですか。続いて土壌の飼い主さん、飼っている土壌が懐きません、どうしたらいいでしょうか。土壌飼ってるんですか。懐かない、なかなか懐かない。どうぞ食べましょう。石川投手は200勝できますか。勝健さん、昨日もナイスピッチングでしたね。現在176勝、はい、すぐに決まっている。もちろんです。みんなで後押していきましょう。トンキチさん、バイト代を上げてもらう方法知ってますか。スマクロお願いします。トンキチさん、バイト代上げてもらいたいんじゃない。どうしよう、スマクロどうします。はい、社員の弱みを握る。すごいやり方です。ハスさん、どうもありがとうございます。山田哲人選手がジャイアンツの坂本選手と仲良すぎるんですが、どうしたらいいですか。いいじゃないですかね、仲良しで同じ関西出身というのもありますからね。山田選手と坂本さん仲良いのは気になりすぎているハスさん、はい、どうしましょう。同じ匂いがするからしょうがない。2つの手元で同じ匂いがするんですね。ノンさん、どうもありがとうございます。なかなか戸田に行けないのですが、畑は元気ですか。イラストつけていただきました、ノンさん。畑山くん元気ですかね。はい、さらにワイルドさが増しているような気がするんですが、はい、この前パチンコで負け元気なかったあまり先週代と変わらないようですね。カオリンさん、どうもありがとうございます。球団で働きたいのですが、どうしたらいいですか。カオリンさん、ヤクルト球団で働きたいですね。コネ、はい、ということでぜひコネを見つけてください。はい、以上皆さんのお悩みを解決しました。スマクロのワッショイお悩み相談でした。Let's go!
して5回106球7の三振無失点ピッチング、アワイソレス。そして後ろでは先頭打者初球ホームランの白身、そして2点タイムリー村上選手ということで3回目で総合数字のです。さあ皆さん気になるご注目ください。スラッシュメンの空中グループやりますよ。東京の北村も首を縦に振ってください。長所いやー、画面の向こうでもね、楽しみにしている人はスマートフォンがいますから行きましょうね。はい、それではそのスマートフォンの皆さんも、ナンパの皆さんも、もしもしたら手拍子で空中クルーに盛り上げていきましょう。せーの、さあ、先方に最後の最後の東京ドームに来るか、さあ、成功するか、いけカサを開いて、カサを開いて、